レオ2世は東ローマ帝国レオ朝の第2代皇帝。外祖父は初代皇帝レオ1世。父はゼノン。母はレオ1世の娘で、ゼノンの妻アリアドネ。474年のレオ1世の死後、皇位は外孫のレオ2世が継ぐこととなった。しかしまだ7歳という幼年であったため、父のゼノンが共同皇帝として即位し、政治を取り仕切ることとなった。 しかし同年のうちに病のために死去した。その死後ゼノンが制定として即位した。没した時7歳前後。クロニコン・パスキャリーは、レオ2世が474年11月に亡くなったことに関しては通説と一致しているが、没年齢に関しては17歳としており、これは誤りと思われる。ゼノンとアリアドネの結婚は466年。 または467年と考えられており、17歳没説では、単純計算でも457年頃の生まれとなり、かつ、アリアドネの少年は確定はできないが、マルキアノスの死の前とされているためである。一方で、レオ2世は474年に亡くなっておらず、ユスティニアヌス1世の知性まで生き延びたという説がある。 ビクトレス・タネネンシス・エパスコピーはゼノンが475年に息子レオ2世を殺そうとしたが、レオ2世は母アリアドネによって修道院に隠され、ユスティニアヌス1世の知性まで生き残ったと記録している。ウィーンのアドンも著者の中でゼノンは息子レオ2世を殺したかったが、アリアドネはレオ2世のために別の子供を身代わりにし、レオ2世自身は コンスタンティノープルの教会の聖職者となり、ユスティニアヌスよの知性まで生きていたと述べている。しかし、この物語は伝説的であるとの見方が強い。この説の背景には、アルマトゥスの息子バシリスクスと混同されている、可能性が非常に高いことが考えられている。このバジリスクスは476年にカエサルに就任し、父親がゼノンに殺害された後、 アリアドネの介入よって救われた人物である。バシリスクスがレオという尊号に解明したことに由来する可能性も指摘されている。最終的にバシリスクスはキュジコスの聖職者となり、おそらくユスティニアヌス一世の知性まで生存している。ありがとうございます。